ンイイね、おねらん、きゅうねコーナーいえーたくさん送ってくださってありがとうございますちょっといろいろ質問があるので答えていきますファ <laughs> イティングじゃん、ひんどろっどん、じゃんりょうん、じゃがよああの、日本語ね。 ギロチンって言うんですけど、ヨーロッパとかで悪いことした人が処刑される時に使うやつ、こういう首とこう手と押さえられて散々いじめられた後に、すごいマッチョな男優さん10人ぐらいにめちゃくちゃにされたのが一番大変だったかな。<laughs> もうなんか、もはやアスリートですね。<laughs> Do you know BTS?Yes, of course. <laughs>

すぐはちょっとできないけどいつか引退したら結婚したいですこんな私と結婚してくれる人がいるのかちょっとわかんないですけどね <laughs> 私のこと幸せにしてくれるなら OK <laughs> 一緒に幸せになりましょうね <laughs> あ韓国うん チョッパルチ <laughs> ョッパル、ちゃうよ。チェイル、ちゃうよ。ケランチムと、ちうよ。うん。韓国料理、全部、好きだな。うん,んン。車ですね。はい。もらいました。車は、でも、お父さんにもらって、ラウンドクルーザーってわかりますか日本の車なんですけど、結構大きくて、 うん、ちょっと東京で運転するのは怖いなぁと思って <laughs>。あの、実家の近くでしか運転できません <laughs>。ドライブ好きです、すごい。なんかデートとかでもドライブに行きたいなぁと思って。彼氏ができればの話ですけど <laughs>。募集してます。半額うちアハゲてん言うがくんぐんねよ。 私が小学生の時にソニョシデーとかカラーとかが日本デビューしたんですよ。で、お父さんがなんだこの子たちはってなってすぐあのペンクラブに入ってで、そっからもう日本でやってるライブは一緒にいっぱい見に行ってて自然と私も好きになりました。 本当にあの中学生とか高校生の時は家族で韓国旅行にうん年に少なくても1回は行ってましたね自分の両親とかこう家族を思い出す時にやっぱ韓国ってすごい大きいそのやっぱ一部にあってまたみんなで旅行に行きたいなって思いますね最近はちょっと忙しくて全然会ってないので。 元気にしてるかな？<laughs> 近々会いに行きます。<laughs> マンス、ゼロジョン、ヘイノウンウンって市がいんなよ。うん、あんまり売れなくなったらやめます。<laughs> いや、あの、本当にできるだけ長く活動して、皆さんにね、たくさん見てもらえるように、はい、<laughs> 頑張りたいと思います。 でもまあね、賞味期限が短いんでこの仕事は25歳ぐらいになったらそろそろ私もかなーとか <laughs> でもまあできる限りね30代になってもあのー、ずっとね活躍されてる先輩たちもたくさんいますから私も頑張りたいと思いますユナニミクリコインヌン・シミョンティー。 ミレがくんぐん、ね、何やってるんだろう ?10 年後はまだこの仕事をしてるんですかねもしかしたら結婚してもう普通の一般人になってるかもしれないし結婚できなくってなんか違う仕事してるかもしれないし韓国に住んでるかもしれないしわかんない20年後なんてもっとわからないですよね 20年後41でしょ ?41。生きてるかな <laughs> なんか私早く死んじゃう気がするんですよね。<laughs> 41歳になったら子供はいてほしいなぁと。まあ、なんか小学生ぐらいの子供がいたら嬉しいですね。うん、未来ってわかんないじゃないですか。明日のことも何が起こるかわからないんで。 うん、今を楽しく生きていきたいと思います。<laughs> <laughs> <laughs> あ、そうふんし、と、ちわよ。あー、今日よ。<laughs> 私と結婚したいんですかもらってくれる <laughs>、うん、?10 年後ぐらいにするのはどうでしょうかきっとね、ヌナ、ヌナってことは、 年下の男の子ですよね。うん、頑張って勉強してお金持ちになってね。<laughs> 冗談です。<laughs> なんだろう、なんだみょん。ぬぐろ手をなごしぶせ,せよ。お父さんになりたい。あの、私のお父さんになりたいですね。すごい。私のお父さんは友達も多くて、うん、なんか仕事もうまくいってて。<laughs> なんか楽しそうだから、ちょっと、うん。お父さんに生まれて、お母さんと結婚したいです。ああ、私が苦労してるって思ってるのかなこの仕事が辛いものだと思ってるのかなそんなに辛くないですよ。なんか。 なんか監督さんも男優さんも優しいし AD さんとかプロデューサーさんとかマネージャーもファンの人も優しいし逆にこれでもし引退して多分大変だと思いますだから生きていけなくなっちゃうんじゃないかなってそれぐらいなんかお姫様みたいに扱われるんですよ現場では現場について 靴脱ごうとしたら、あ、脱がせますよ、みたいな。<laughs> で、なんか、ちょっと咳とかしたら、喉飴と温かいお茶とかが出されたりとか、んなんか寒いですかとか、なんか、なんでもかんでもやってもらえちゃうんで,で、逆にダメ人間になっちゃうなって思って、そこは気をつけようって思ってますね。だって私、この間まで、 新幹線のチケットが取れなかったんです、自分で。あの、仕事で行くときは全部用意してもらって、しかもあのグリーン車っていう値段が高いところの席を必ず取っていただけるんですよ。でもだから、この間初めてプライベートで新幹線乗って、普通の席にすあの座ったときに、あ、普段すごい、 気使ってもらってるんだなと思って改めて感謝しましたねうんよく聞くのはその女優さんが引退して一般社会で生きるときに結構大変だっていうのは聞きますね <laughs> なんか質問とちょっと違うかな <laughs> あ韓国へそチョンよりぬんペンミーティングチョシビロチュ123356チュチ <laughs> チュリで

またたくさん質問コーナーやりたいと思うので、コメントください。全部答えられなかったけど、許してください。ごめんなさい。<laughs> はい、ということで、おぬるとよさん、やぎかじ여ぶんたうんとよさん、ンとさんそとまんなよあんにょ